ということで、本日は大学入学共通テスト二次三次ということで、この共通テストね、結構毎年恒例で出してくれてるイメージがあるんですが、私は今回が初めてということで、どこの大学を希望されますか？やっぱり私は二次三次ですかね。って私配信見てるっちゃ見てるけど、ながら見だからなっていうところがちょっと怖いんですよね。あと見る時間帯が偏ってる。いやもう深夜帯は見てないな、完全に。深夜は寝てるから。いやでも92か、あんちゃんでも言うて結構見てるイメージあるんだよな。シーシーが91は嘘でしょ。勘でしょ、シーシーの91は。あ、部屋クイズ面白かったね、委員長のやつ。誰の部屋でしょうクイズ、名取さんといい勝負してて微妙に負けてたよな。まあ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 、40いってみまじゃなければ何でもいい。なるほどね、ぼちぼちやっていきますか。お名前はもうニューソシエルでやってるんで、一緒にやるっていう人はぜひやってみて、コメントは見ないようにやっていくと思うんで。よし、まあとりあえず100点はもちろん目指そう。100点目指していこう。どんな感じの難易度かとか全然分かってないから。あ、回答想定時間30分、ただし時間制限はありませんか。まあ時間制限ないんだったら別にいいかな。配信 やりながらやるのと絶対違うから。てか回答想定時間30分って結構がっつりあるな。以下すべての二次三次所属メンバーは実在するものとして扱い、大学職種このテストは2022年12月31日時点での状況から作成された問題が作成ました。本試験における投稿動画は YouTube 上に公開された動画であり、生放送アーカイブとして残されているものを仕事動画。またライバーネットは公式プロフィールに記載された一般的な名前であり、別名ライバーネット本名ではないライバーの本名を指しています。また日本の二次三次ライバーとは2022年4月の統合前の二次三次所属メンバー。ああ、統合かあれか、はい、とかそこら辺か。所属メンバーバーチャルタレントアカデミー出身メンバー100万点までさらめの計81名を指す。第1問、公式プロフィールに関する次の問い、問1から5に答えよう。配点21もある。え、これ正解しただけでも結構、あ、全問正解する必要があるのか。問1、1、2のそれぞれについてライバー名の表記が誤っているものを次の1から4のうちから1つずつ選べ。はあ、1、アスカヒナ。2、あ、これはトコちゃんが違うな。3、ウツキコウ。4、星川サラ。うん、これはトコちゃんが違うんで、これはとりあえず2にして。え、これ違う人いる？ちょ、ん、シェリンさんかな。じゃあ違うの、消去法でシェリンさんっぽいな。後ろ伸ばすか伸ばさないかみたいな問題なんかな、これ。なんか問題の傾向を見るに。え、シェリンバーガンディなのかな。いやでも消去法だな。レビーさん絶対これだもん。で、エリーちゃんもこれだし、プテちゃんもこれだから、一番自信ないのがシェリンさんだ。シェリンさんかな。シェリンさんにしとこう。クズハの説明文にはゲーマー、気まぐれ、子供っぽいといったキーワードが含まれている。そうなんや。1、2のそれぞれについて、説明文にそのキーワードを含んでいるライバーとして正しいものを次の1から4のうちから1つずつ選べ。一般女性はサロメでしょ、なんかあのサロメロメタヤがね、なんかお嬢様に憧れる一般女性みたいな感じのプロフィールだったような気がする。まずロメタヤ。因縁の相手は三枝さん、マイモスさん。マイモトさんに因縁の相手。スパイ時代かな。で、あー、タマちゃんと、これフレンだな。因縁の相手は。コーバス帝国のなんか騎士で、で、なんか因縁の相手を探しに二次三次へやってきたみたいな、なんかそんな感じだったような気がするんだよな。確かこれはフレンだな。因縁の相手は多分フレン。で、あれ、今んところ結構このレベルが続くんだったらいける気がするけど。次の図1中の1から4は、すこやかな、空星、きらめ、ポントネイ、アンジュカトリーナのいずれかの様子に含まれている図形を簡易的に示したもの、すごいな。あ、ポンちゃんに該当するものか。1がすこやでしょ。で、2がアンちゃんで、4番がきらめちゃんだから、3だな、このちょっとブルーベリーっぽい感じのなんか、衣装だったような気がするな。ポンちゃんは3。これはさすがにね、みんなの立ち絵舐め回すように見てるんだからわかるわよ、そんなの。クーに困って配信を始めたライバーとして最も適当なものはエマちゃんだった気がするな。なんかエマちゃんのね、初配信くらいの時に結構えげついエピソードトークあったような気がするんだよな。家が燃えてうんたらかんたらみたいなのなかったっけ。
あれエマちゃんだったと思うんだよな、多分カルタちゃんじゃない、エアルさんでもない、あでも夢雄先輩ってもやし食ってるけど、あいやでもエマちゃんなような気が、なんかめっちゃ印象的だったんだよな、あのエピソードトーク、家が燃えてで弟がどうのこうのみたいな話があったような気がする、エマちゃんかな、あれちょっと順調ですよ、ライバーを説明した文として誤っているものを次の1から4のうちから1つ選べ、1カイダハルはコートでふつま業を営む青年であり、剣術だけでなく武術や呪いにも長けている、これってカイダなんか、めっちゃ長尾っぽいけど、えカイダってふつまだった、えカイダってなんか研究者とかじゃなかったっけ、えそれって元気かな、やば、あーやば、わかんない、ちょ待って他のやつも見よう、に伏見岳はアルバイトやサークルのバンド活動に勤しむ23歳の大学生であり、いろんな人とおしゃべりしたくて配信を始めた、これめっちゃ学先輩っぽい、さあ物鍋アリスは16歳の高校1年生であり、日本生まれ日本育ちのハーフだがわざと外国人っぽく振る舞っている、それはなんかそうだったような気がする、4セラフダズルガーデンは暗殺がなりわい、暗殺してるんかセラフ、暗殺がなりわいの家系に生まれ、あーでもそうだった気がする、幼い頃から暗殺技術を磨いてきたが現在はフリーのエージェントとして仕事を受けよう、あいつあんな優しそうな顔して暗殺なりわいにしてるんだ、いやでもなんか違和感あるの階段なんだけどな、これ長尾じゃない、私ちょうどさそうだから部屋当てクイズみたいなを見ててさ、そこで元気の部屋があって、でなんか元気の部屋になんか表示されてるデータみたいなのが階段が送ってきた研究資料みたいな感じだったような気がするのよ、研究者だったと思う階段って、多分普通の業でなんかでなんか手段を選ばないみたいなんて長尾あったような気がするけど、これ長尾じゃないかな、これ階段じゃないか、階段が違う気がする、階段で第2問、ライバーの活動に関する次の問いって問いに答えよう、わープチサンジやばいな、プチサンジあんま見てないかも、ういひょー、自分のは見てるけど、収録前控え室でレオス・ヴィンセントと二人きりになってしまったクルス夏目はそこにあったワニのおもちゃをレオス・ヴィンセントに向けてすっと出した、やりそう、に事務所で偶然葉山マリンと初めて対面した月の水戸は葉山マリンから第一声で一緒にトイレ行ってトイレの話をしましょうと誘われた、これは実際にあったことは知ってるけどプチサンジに取り上げられてんのかな、このエピソードがあること自体は知ってる、3ペットボトルに入ったグレープジュースのような飲み物を飲んでいるリンドウ・ミコトを見たデビデビデビルはそれがお酒と知り絶句した、ミコス様がやる、私ね二次三次入って二次三次デビューして一番最初に初めて会ったのってミコス様なのよ、なんとミコス様とイチゴちゃんで、それがなんかワコムのペンタブかなんかの案件だったんだよね、で私初対面なのにミコス様がお酒飲んでお酒買って事前に買ってたの覚えてるからやっててもおかしくない、やっててもおかしくない気がするこれは、で4食事の際正しい箸の持ち方をしている魔界のリリムに対して握るように箸を持つドーラは自身の持ち方を魔界のリリムに教えた、ドーラさんは握るように箸持ってたかないやでも1はありそう、2はあるって知ってる、3は絶対あってもおかしくない、4が一番なんか違和感があるな、4かな、4、次の1から4はいずれもライバー同士で結成されたユニット名、コラボ名称である、これらの中で3人組のグループとして誤っているものを次の1から4のうちから1つ選べ、名称が誤ってるんじゃなくて3人組じゃないってこと、1軍艦皿、これは軍艦と星川でしょ、あーで2が持ち帰る、3がフルトイ、4がノルニス、ノルニスは3人だし、フル、あ待って、フルトイって白雪さんとルイスとフミさんのやつか、フルトイって持ち帰るエルさんか、ケンモチさんで樋口さん
や多分そんなにいないとかな。楓で、いや樋口さんじゃないだろうな。いや多分デロンさんじゃない。待ってよ、モチガエルは、いやモチさん待ってモチ、いやモチさんじゃないな。モチガエルがデロンさんとエルさんかな。2人のなんかコンビ名あった気がする。デロンさんとエルさんは仲いいもんな、あの2人。モチさんいないわ。モチさん存在しない。モチさんがそんなトリオを結成してると思えない。いやこれ失礼に当たるのかな。いや怖いわ、コメント欄後で見るの。多分2、いやでも2が2だけ、2だけパッと出てこないわ。他は絶対3人なことが分かる。モチガエルかな、これだな。なんか回答自体は正解してても今言ってることが全然違った場合に正解と言えるのかっていう問題になってくるな。次、3つの要素に共通しているライバーとして正しいものを次の1から4のうちから1つ選べ。二次三次甲子園2022鏡台附属高校ドラフト指名、作ゆい体操踊ってみたショート動画投稿者、ユニット名リリークラウンのメンバー。リリクラか。まずリリクラの時点で博士が消える。鏡台高校附属ドラフト指名だったら、まずシーシーがそもそも監督だったからこれが消える。でレナピョとリオン様でしょ。レナピョは社長が絶対に入れてたのは覚えてる。で作業体操をリオン様の見た覚えないけど、レナピョ踊ってるの見たな。どっちにしろレナピョを、レナピョだな、レナピョだな、レナピョ。2020は2022年12月11日と18日に開催された第5回マリカ二次三次杯か。今年のマリカ杯見てないな。では選手紹介時にそのわー、そのライバーの2つ名が合わせて紹介された2つ名紹介まとめ切り抜きみたいなん見たけど、見たけどながらみだったから覚えてないな。カナエに該当するものを次の1から4のうちから1つ選べ。1裏社会の生きリーダー、2執行人、3戦場の暗殺者、4不当不屈のスピードマニア。執行人はクレア様じゃないの。救済執行でしょ。裏社会の生きリーダー、待って、まず八代さんどれだろう。不当不屈のスピードマニアとかかな。フーラ君って裏社会の人、待って、ボルタって、ボルタクションって裏社会の人間なのか。さっきあ、だって暗殺なりわいにしてたよな。不当不屈のスピードマニアが、あ、スピードマニアがなんかあの ビーマニみたいな、なんかさ、あのあれなんだったっけ、音ゲーみたいなのなかったっけ、それにかけてんのかな。これが八代さんっぽい。フーラ君、あ、でもボルタクションってあれだ、リーダー風楽くんだよね確か。裏社会の生きリーダーだ、だからそうなのかも。じゃあ3だわ、3だ、3。問い5、サンドボックスゲームマインクラフトの二次三次サーバー内には、お、天宮図書館だ。天宮図書館という建造物があり、そこには何名かのライバーによって執筆された寄贈図書がある。その中の一つ、アンジュカタニラによって執筆された図書、夢はジーシートともう一人のライバーとのやり取りをイメージした小説が書かれている。これはわかるだろう。次の冒頭部分を示したものであり、1から4は松海魔王、リンドウ美琴、ニュイソシエル、リゼヘルエスタのいずれかである。松海魔王とリンドウ美琴に該当するものを表1の1から4のうちから1つずつ選べ。なお本文中に出てくる対象ライバーを指す言葉は括弧表記にして伏せている。今日は久しぶりに何々とお出かけなのに、あれ雨、これが多分ミコス様だったと思う。でミコス様となんか実際に会ったなみたいな話を、最近リリリがマイクラの天目図書館行ってて、でミコス様がこの3人で見てたのよ、このなんか特急呪物を見てて、でミコス様があれこれ本当にあった話じゃなみたいな、ここまではあった話じゃなみたいなのを最近言ってたのを見たから、これは多分ミコス様だわ。で2番は私や。2番は私や、これあんちゃんっていうの私しかいないね。あんちゃん、私結婚することにしたんだよね。え、一瞬言ってる意味がわからなかった。これね、これは私です。3、10、アンジュ、目を開けると夏の暑い日差しが私の顔に降り注ぐ。いつの間にか私は眠っていたのか。アンジュは早い、よく眠れた。見上げると何々がいた。多分これがリゼちゃんなんだよな。
アンジュ話してるうちに寝ちゃったんだよ、こんなところで寝てたら熱中症になっちゃうよ。で4がマチュやな。あ、久しぶりに会ったと思ったらいつもと変わらない調子のアンジュ、こっちが一体今までどんな気持ちで。やめろ、けつくな。もうこれ完全にマチュなんだよ、もうわかるわこれは。さすがにマチュが、4、マチュが4で13の巫女様が1。わかります、あんちゃんがやっぱうまいんだわ書くの。うおー、なんかやばいな。日本の全二次三次ライバー111名の名前を50音順に並べ替えた時、 N 番目に来るライバーを AN と表記したライバー列というものを定義する。この時愛園まなみが 1番目、2番目、3番目、4番目をこれ書いてくれてるわけか。この A111 は14のライバーである。あ、一番おけつにいるの誰ってことか。あの全員名前出せるところで考えていこう。 まずボルタクションからやろう。ボルタクションがさっき出た、サラフでしょ。で、渡来くんいるじゃん。待って、赤サタの浜やらは、渡来。今のところ渡来くんが一番おけつにいるよ。渡来くん、エデンテ、オリバー、あ、レオス、パタメー、あ、ローレンいるけど、赤サタの浜やらは、だから渡来くんだな、渡来。いや、わーいないんじゃない？いや、多分渡来くん。じゃないか。ユニット名プリズムリリック、うひょー、家永麦、牛見一号、ゆうきちひろから構成されるユニットであり、この3名をライバー列を用いて A12A15A96 と表記することとする。うわー、どう、メモ帳出そう。いや、わかんねー。バウミアンなんてないだろ。あるんだろうけど、いや、あるんやろな。なんやバウミアンって。葉山か、え、マリンちゃんかな。ちょっと待って、マリンちゃんこんなはって見たらマリンちゃんって思うのが良くないのか。コガンマジック、シーシーかアルスにしといて、2がバウミアンが海、海ってなんだろう、よっちゃんかな、よつハピ、え、マリンちゃん、よつ、え、よつハピなのか。エーペックスって4人だっけ、3人だったっけ、なんかそういう、そういうなんかトリオだったらわかんないな、得てみないからな。なんかこの上2つはなんかそれ臭い匂いするな。あ、待って、ロリコロールはわかるわ。ロリコロールはルイス、あ、まあまあ、で、パタネでしょ、パタネ、JK 組が、デロンさん、委員長、で、シズリンさん。あ、16かな、ロリコは。まず、これが多分16がロリコっぽい。15違う、16はロリコだった。17はシズリン先輩がそこまで行くことがまずない。18かな、18が JK 組。コガオマジックとバーミヤンがやばい。コガオ誰だよ。顔でけえやつ、シーシーとアルチュしか知らねえけど、待って、アルス、あ、でもアルス、6にも8にも A6 も A8 もなんかアルスっぽい。いや、待ってよ、バーミヤンが一番わかりやすいのかも。バーミヤンの案は安土さんかな、え、安土さんかな、安土さんだったら、あ、安土さんだったらあ行になるぞ。ちょっと待って、あ、 A なんぼかだけでなんかなんとかできないかな。いや、わかんないけど、とりあえず安土さんと定義しよう、もうこれは。だから、あずち、15がバウミアンか。16が小顔マジック。あれ ?16 が小顔マジック、あれ、あ、16がロリコだ。ちょっと待って。17か。余ってんの。17が1だ。こうだ。うわー、やば。以上のことを総合すると、アメモリさやは、ライバー列に表すと、10何番とわかる。おー、あ行ってことね。
雨漏りさよって呼ぶか雨漏りさよって呼ぶかテストみたいなのも入ってるな、これすごいな。いや雨漏りさんだよな、雨漏り、雨漏り、雨漏りだったような気、雨漏りだよな、だから雨の8の後の9でアルスの前ってことじゃないのか、雨宮、雨9だよな、3、雨宮、雨漏り、あどっちにしろでもん、あどっちにしろ後か、じゃあ大丈夫だ。箱の中にライバー名が書かれたくじを一つずつ入れ、なんか数学っぽくなってるな、ここら辺すごい。箱から一つくじを取り出す時を考える。例えば日本の全二次三次ライバー111名を箱に入れて、そこから一つくじを取り出す時、取り出したくじが1期生出身8名のメンバーである確率 P1 は、111分の8、なんかすごい小難しく見えるけど至って簡単なことが書かれてある。隣約 7.2% であると分かる。箱の中にセレイネ女学院演劇同好会に属するライバーのくじを全て入れ、そこから一つくじを取り出すとき、取り出したくじが中学生である確率は、あーそうか、中等部と高等部で分かれてたな。待って、まずあかねでしょ、あかね、んごちゃん、ひすぴ、あかね、んごちゃん、ひすぴピーチグちゃん、琥珀ちゃん、123だから、まず1と2が消えるわけだ。うごちゃん中等部だった気がする、でヒスピも中等部だった気がするんだよな。あかねは絶対高等部だわ、あかね高等部で、チグちゃんと琥珀ちゃんも高校生だった気がする。ヒスピはお前が中学生なんかと思った記憶があるから多分ヒスピは合ってる。だから 5分の2か、いやわかる、これはもう考えてもわかんない、5分の2にしよう。以下のように P3、P4 を定義する。 P3 トリニティが入った箱から2018年デビューライバーを引く確率、日本の全二次三次ライバーが入った箱から全て漢字の名前を引く確率、わかんないよ。トリニティが入った箱から2018年デビューライバー、私ってそもそも何年デビューなんだろう。私って令和元年デビューなのは覚えてるけど、2021なわけないな、2年前なわけないもんな、私多分今年4年記念とかなんだよな。2019年かな、じゃあデビュー2019年かな、私が2019年デビューだから、リオン様だけだな、じゃあ2018年デビューって。トリニティで日本の全二次三次ライバーが入った箱から全て漢字の名前を引く確率なんてわかるかよ、半々ぐらいじゃないの。40より漢字あるかな、しかも全部漢字でしょ、だからそれこそ北小路翡翠とかはダメってことだよね。ヒスピってしたカタカナだよね、ああいうのダメってことだよな。セレジョってなんかそんな感じだったような気がするから、40ほどもないんじゃないか、あ案外いるのかもな、ギリ40より上とかなのかも、ギリいるのかも。で回答者の意図をここで読み解く、回答者的にここでじゃあセレジョの 40%、 あーでもいるかいないかで勝負させたいのかな、でもいそうな気がするな、こうなってくるといそうな気がしてきたな、いるのかも。最も確率が低いのがとりあえずまず P1 で、最も確率が高いのが P4 にしとこう。もう
友人 S、友人 T、友人 U からおすすめの二次サーチダイバーを聞かれたエブ君は、2022年7月1日から2022年12月31日までの間に YouTube 上で一般公開された投稿動画をライバーごとに取得し、それぞれの友人がすでにチャンネル登録しているライバーから傾向を呼び取り、データに基づいてその傾向に合ったライバーを紹介してみることにした。こいつキモ。エブ君が分析したデータを見て次の問いに答えよ。こいつ怖えよ、何してんだよ。友人 S がチャンネル登録しているライバーが主に通常動画やショート動画をアップロードしていることに気がついた M 君は、各ライバーがショート動画や通常動画をどの程度の割合でアップロードしているかを算出してみた。お前エニカラの戦略部に来いよ、なんかそういうなんかそういうのをさ分析する部に来いよ。次の図1中は3名のライバーについて投稿動画に占めるショート率、通常動画率、生放送アーカイブ率を円グラフに示したもの。アーカルウはアカネヒスピチグちゃんのいずれかである3名のライバーとアーカルウの組み合わせとして正しいものを次の1から6の力を選べ。多分ねライブ 100% はヒスピだと思うんだよな。ウーがヒスピでアカネはそんなに、ショートめっちゃ上げてるけど配信そんなにしてるわけ、配信もしてるけど多分ショートの方が多いと思う。 R がアカネかな。で E がチグちゃんがショートもめっちゃ上げてるけど配信もめっちゃしてるから E がチグちゃんのような気がする。 RUE か RUE 2番かな。友人 T がチャンネル登録しているライバーが主に朝や昼の時間帯に配信をしていることに気がついた M 君は、各ライバーが生配信をどの時間帯に多くしているか集計してみることにした。こいつめっちゃ時間あるな、これ卒論にできるだろこいつも。次の図2は4名のライバーについて生放送アーカイブをの配信時間を取得し、1時間ごとにそのアーカイブ放送を集計した。はあ、1から4は佐々木、さくちゃん、ふわっち、ベルさん、パタネーのいずれか。パタネーがね結構朝やってってるイメージあるけど、朝6時飛び抜けてめっちゃやってる人いる。え、56789って何、怖い、何この人、この6時の飛び抜け方怖い。6時に定期でやってた人って、え、これ待って、いつだ、ちょっと待ってね。7月1日から12月31日か。じゃあふわっちのラジオ体操か。あーでもなんかこの6のところがちょうど30ちょい超えって感じがちょうどラジオ体操っぽいな。でもこれ、あーでもこれ、いやこれがふわっちかな。13時14時にいるふわっち、私は観測したことないけど多分2がふわっちなんだろう、おそらく2ふわっちで、ベルさんがド深夜のイメージあるけどな。4が多分サクちゃんやわ。いやパタ、いやうん、4、2がふわっちで3がパタネーで4がサクちゃんとかかな、で1がベルさんかな。ふわみなとのグラフはふわっちが2って書いてるから2で、ベルさんが1。よし、友人 U がチャンネル登録しているライバーはいずれも生配信で同じゲームをプレイしている傾向にあると気がついた M 君は、すごい気がつくやんか。 M 君は各ライバーが生放送でどのような活動をしているかその内容を集計してみた。枠名から特定のキーワードを含む枠をそのジャンルに大別し、まあ、大雑把に分別してってことか。各ジャンルの合計配信時間をライバーごとに算出して上位5名を抽出。ジャンルごとの検索キーワードは表1に示す。なお検索キーワードではアルファベットの大文字小文字全角半角を問わない。うわー、わかんないー。もう銃でパンパンしてるゲームは全部一緒なのよ。わー、わからんわからん。アークはわかるけど、エーペックス、オーバーウォッチ、バロとか、区別して見てないわ。同じや。これやばいな。次の表には、エーペックス、アーク、オーバーウォッチ、スプラトゥーン、バロラント、マージャンか。マージャンはイメージあるから、まだわかるかも。マージャンについて合計配信時間が長い上位5名のライバー一覧表であり、A から D は、渋谷はじめ、ヤナカ、アルス、エクスク、渋谷はじめと奈良かに該当するものを選べ。
あ、でも複数書いてたりするな。はじき D じゃんこれ。麻雀にしかいないよ。だって D って多分はじきが D なのかな。じゃあとりあえず D がはじきでしょこれ。 D がはじきで、 D がはじきで、あくめっちゃやってるやついる。って今年の夏から年末でしょ。年末アーク始まったよな。220時間もアークしてるやついる。にゃらかのイメージないな B。 いや、にゃらかってアークやってんのかな。今狂ったようにアークやってるやつ誰だ。しかも B にしかいない。アークしかやってない、アークしかやってないがこれヒントなのかも。はじきは消えて、にゃらかアルス X 君ってことでしょ。にゃらかかアルスは結構 APEX とかもやってるイメージあるから X 君かな。 X が B。 X 君こんなやってんのか。いや、わかんないな。 X 君っていやでも220時間もやってるイメージないな。あーでも半年だったらやるか。オーバーウォッチとね、バロランとめっちゃやってるのはニャラカのイメージなんだよな。でもアルスは A とかかな。アルスが結構何でもやってる感じあるから、 APEX もオーバーウォッチもやって、アークもやって、あスプラもやってるし、これが、あこれがアルスかも。 A アルスやわ、多分 A アルスやな。だから B が X 君かで、 C がニャラカだで、26ハジキがん、はじきが D だから4か。にゃらかを C としたから3。次の表4は友人 S、友人 T、友人 U についてそれぞれがすでにチャンネル登録していたライバーと M 君によっておすすめされたライバーの一覧である。A から D には神田翔一、姫地楓、町郎、ルイスキャビンのいずれかが入る。A、B、C、D と各ライバーの組み合わせとして最も適当なものを次の1から6のうちから選べ。はぁ、これ何をもってして M 君が布教したかってことだよな多分。で ABC でだから AB にめちゃめちゃ動画やショート上げてる人で、 C と D に、朝や昼に配信してる人か。待って、 CD から考えるか。友人 T の朝や昼におすすめした方を考えよう。 CD の方、真白くんはないだろう。でのさ、ルイスは結構昼やってる。4神田さんはね、朝の方にアニメの同時視聴とかしてた気がするな。同じような時間帯にやってる人ってなんとなく目に入るんだよな。神田さんとルイスはやってた気がする。真白くんはないだろう。デロマンさんもあんま昼見かけない気がするな。4かな。4で、あ4だと真白くんがちゃんと最近ショートめっちゃ上げてるし、4かな。河川の A について1から4はいちごちゃん、ナチュメ、ミトさん、カザちゃんのいずれかにおける配信開始の挨拶時に見られるコメントを抜粋したもの。カザちゃんに該当するものは4じゃないの。ルールルルルって言ってる気がするけど、ルルルルル森中和樹ですってやらんかったっけこれ。カザちゃん 4か。いちごちゃんがようなんだよ。こんにちはにの子とかこんばんはにの子が、これがミトさんっていうのもわかる。こんにちは。ナチュメこんなことしてるんかな。こんにちはって言われるとマサノリなんだよな。やばい、ナチュメじゃない、マサノリがいるわ今私の頭の中に。いやでも多分ルールルルはカザちゃん4かな。1から4はクズハ、早瀬そう、エマオーガスト、フミのいずれかにおける配信冒頭の待機画面の時から見れるコメント。1についたはそうちゃんだった気がする。タイヨロなんかクズハさんちゃうんか。フミに該当するもの、バチバチはでもエマちゃんからバチコーンから来てるんかな。しばし待つかな。じゃあフミさん2かな。河川部 C について1から4は佐々木作、高宮凛央、エリー・コニファ、ベオス・ヴィンセントのいずれかにある特徴的な言い回しや口癖である。佐々木作に
該当するものはヤヨでしょ。これ簡単すぎるだろ。キチャーはリオン様だしですね。何々しますね。はレオスだし、ハワワワはエリちゃんやもんな。これヤヨ、これはちょっとサービス問題ですね。高宮リオンです。高宮リオンです。高宮リオン様に最初の方声似てるって言われてたな。河川部 D についてって、これか名言か。1から4は加賀美隼人、椎名結衣か、花畑チャイか、エクサルビアのいずれかによって発言され、それが広まったもの。花畑チャイカに該当するものは私も入れてよだな。チャイカさんは私も入れてよ。これ私も入れてよっていう企画があったんだよ。あれ面白かったんだよね。なんだかコメントが全体的に辛辣な気がするけども、ケモチさんの配信だね。ケモチさんの配信2人で見てる。自分のためだけの文字ではないということだね。私も気をつけなきゃ。はいはい。バーチャルトゥーライフ、河川部 E に関連してバーチャル、うわっ、バーチャルトゥーライブの歌詞、この声が届く、未来が続く歌詞として楽しむ。この声が届く未来が、え、幸福だと言えるようにじゃないの。この声が届く未来が、てて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 、だから、え、1じゃないの、ないの、1じゃ、1だよね、え、1だよな。笑い合うほど近くに感じられるよ、ただ歌おう、バーチャルトゥーライブを、違うところだもんな。なんならどうしようしようもなく今を生きてる、うん、続くところじゃないもん。あ、問題は以上です。この試験を受験するのは初めてですか。はい、初見です。よければあなたの推しを一人教えてください。第1問、問1のライバーは表記が不適切のまま表示。あー、すごいね。私が今マジで一色でずっと配信見てるのって何なんだけど。ガチ推し、ガチ押しって、あ、何、なんか配信してるなと思ってついついつけるのは何なんだけど、まあ自分にしとくか、かさ増ししとこう自分を。あ、え、嘘、え、100点だよ。私嘘、本当に100点じゃん。いや、ありがとうございます。私首席合格させていただきました。これからちょっとみんなにマウント取っていくわ。私が首席ですよっていうことで。やばい、ちょっと首席合格しちゃったから、来年ももしあるんだったらちょっとプレッシャーが、今年末か。いやー、私2時3時の配信案外見てるんで。ツイッター、あとツイッターめっちゃ見てるのでかいだろ。私デックで1日中開いてるからね。起きてパソコン開いてツイートデックでずっと開いて見てるから、タイムライン常に目に入るようになってるから、どれぐらいに誰が何してるのかって大体目に入ってるんだよな。それではお疲れ様でした。